ついにでございます。ブンブンバック、こちらミュージックビデオが出てまいりましたということで、見ていきたいところでございます。収録ボタンをポイということで、よろしくお願いします。著作権の関係があるので、こちらに聞かせていただいて、見合ったとに速度落としながら音出してお話ししていきたいなというふうに思っているところでございます。ニヤニヤが止まりませんということで、代々木の感動をもう一度と。いや、もうミュージックビデオがね大事ですから、ちょっと気持ちが今浮かれてしまってるので、クールダウンして、ミュージックビデオで決まりますからね、すべてはね、見ていきたいと思います。行ってみましょう。レッツラゴッツよっ。おお、渋谷ふっ、あららら、ふっ、マンダティー、イエーイ、レオくん、えい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 、なるほど、素晴らしい、なるほど、すごい、いいですね。すごく今のトレンドの雰囲気もしっかりありますし、ダンスもねかっこいいよね、海田さんの振り付けね。ということで、もうちょっといろいろ話したいことありますよ。ふぬふぬふぬということで、ちょっと見ていきましょうか。まずこのマナティからですよね。渋谷よね、センター街ですかね、この感じはね。でブンブンバックを流すと、これだから髪を染める前にやって染めたっていうことなのかしら。これはこれって過去にブンブンバックしてるっていうことですよね。聞いてるスマホがこの今時のマナティがキュルルルルルっていくことによって、過去のというかちょっとレトロなあの頃のみたいな、ちょっと Y2K が あるじゃないですか、その感じかなみたいな。だからこういうカセットテープになるわけですよね、っていうちょっとその昔のヒップホップ感みたいなカルチャーがあるので、服装とかも多分そういう方向なのかななんて。こことかもちょっと2000年って書いてありますもんね。こういうところがちょっと画質も荒くなってて、16対9じゃないですもんね。ちょっとスクエア型になって、これ何対何なんだっけっていうのもあるので、おそらくちょっとその、バックしてるわけですよね。時代がね、2000年代に。ブラウン感があって。こういうところの映像の雰囲気とかも、かなりこう、編集で、そのフェードの部分とかパンの部分ですよね。切り替わるところをこう、うまくこう、なんすか、グラデーションつけてやっていくみたいな。つなぎがカメラをこうってブンって落とすっていう作業と、この動きを切り上げてっていう次のシーンに上げるみたいな、カメラの振り方を同じにしていくと、まあこういう撮り方ができるっていうところですよね。素晴らしい。なるほど、ここにミニ渋谷を作った感じですかね。この感じとかね、 BE:FIRST の109みたいな感じですかね。ファミリーマートとか、松本武史になってますね、清じゃなくてね。でこのブラウン管に移っていって、マナティのところに行くとか、だからすごいメイドインジャパンだなっていう、メイドインジャパンの Y2K 感がすごい出てて、色味とかも含めてですけど、その渋谷っていうところ、一つのアイコニックな場所ですよね。ここが可愛いんだよな。みんなどういうあれで見てんだかっていうのもいいですよね。監視カメラのこの魚眼レンズで撮っていくっていうところ、この荒さ。いやー、すげー。リスモがある!やばー!これちょっと気がつかなかったわ。選ばれし戦士たちの成長みたいな書いてあるかな。B メモリーみたいな。うわ、細かっ。これ撮ってるのも、フィルムカメラじゃないですか。リスモですよ。2000年代の僕らのリスモが、やば、au さんこれいいよって言ってくれたのか。やばー。いい。切り開け。この撮り方素晴らしいですね。グループ分けしていくところ。やば、こっちか。またお話ししてきますけどもね、ここら辺もね、ちょっと夜になるところ、夕日になるところ、いや、いい。
ここら辺すごくいい。どのシーンも尊いですね。あーいい。ここら辺のこの映像の返し方とかうまいですよね。アングルの切り替え方とかだいぶだからチャレンジが見えますよね。映像の編集においてもこういうところとか、うまくその見せたいカルチャーの匂いみたいなものを残しつつ映像の編集の技術のこの切り替えのうまさみたいなのを持っていくという。これでも渋谷で撮ってたってこと？結構早朝に撮ったのかな。いい顔みんな、いい顔よ。えいブンブンバックアイトントントン。細かいセットですね。イエッ、いいですね。ステロの感じといい、ブラウン管の感じといい、で最後に壁。なるほどなるほど。何かこう時代をこう表すっていうところが非常に今のトレンドだと思うんですけども、そこをしっかりあの突き詰めたミュージックビデオになってるんじゃないかなというふうに思って、まあ、そこのあたりで言うと非常にこう内容としては濃くて細かい、ディティールがすごいあの詰まってるなというふうに思って見ていたところもありますし、編集の部分とか、まあ、ダンスの撮り方だけではなく、あの映像の切り替わるタイミング秒数のところまで踏まえてですけども、すごくすごく完成度が高いなというふうに思いました。これは素晴らしいですね。本当にここら辺とかエモい、ちゃんとエモい部分、この傘が大事よね。止まってる自転車とかね、こういうところをやっぱりその東京発信、ジャパン発信みたいな、あえてだからこういうちょっと昔のタッチのグラフィックの入ったお召し物ってるんじゃないかな、こういうっていうのはちょっと思いますよね。なるほどね。はい、という感じでぜひぜひ皆さんの感想などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。